ホルヘソーサ、ホルヘボリバルソーサ、ホルヘボリバルソーサ、1977年4月28日隊は、ドミニカ共和国産とドミンゴ出身のプロ野球選手、投手。現在は、フリーエージェント。6月23日に、コロラドロッキーズと契約。最初の5年間は、マイナーリーグで、外野手としてプレーしていたが、肩の強さを見込まれて投手に、コンバートされた。 12月11日にミルブドラフトでシアトルマリナーズへ移籍。は、A-9 エバレットアクアソックス A 級ウィスコンシンティンバーラトラーズでプレー。2001年12月13日にルール5ドラフトでミルウォーキーブルワーズへ移籍。3月18日にウェーバーでタンパベイデビルレイズに移籍すると4月4日のデトロイトタイガース戦でメジャーデビュー。 9点リードの9回表から3番手として登板し1回を投げたが、ジェイコブ・クルーズ、マイク・リベラからそれぞれソロ本塁打を打たれに失点した。3月31日にニック・グリーンとのトレードでアトランタ・ブレーブスに移籍。開幕当初はブルペンの一角を担う存在とみなされていたが、6月にティム・ハドソンやマイク・ハンプトンらエース級先発投手が次々に、 故障者リスト入りするという不足の事態が訪れる。そのため、6月から先発ローテーションに定着し、13勝3敗、ビジターでは8勝0敗、防御率2.55という好成績を残した。開幕前の3月に、第1回 WBC のドミニカ共和国代表に選出された。シーズンでは開幕当初から先発を務め期待されたものの、 二勝九敗と不調でリリーフに降格した。2006年7月31日にマイナー投手とのトレードでセントルイスカージナルスに移籍した。カージナルスでも防御率5.28と不調でポストシーズンのロースターに入ることができず、その年ワールドシリーズを制したカージナルスの優勝メンバーになれなかった。オフの12月12日に FA となった。 1>, 1月16日に、ニューヨーク・メッツと契約。トリプル A 級ニューオーリンズで開幕を迎えたが、怪我をした、先発の一角オルランド・ヘルナンデスに代わって5月に、メジャー昇格。ヘルナンデス復帰後もチームに残り先発を務めていたが、7月末に、リリーフに回った。は、リリーフに専念するも、防御率7.06と不調に終わった。 8月22日に禁止薬物のアンフェタミンを使用していたとして50試合の出場停止処分を受けた。オフの11月3日に FA となった。2008年12月18日にワシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。はトリプル A 級シラキュースチーフスでプレー。20試合に登板し1勝2敗3セーブ、防御率2.79だった。8月に メジャー昇格。28試合に登板し2勝1敗にセーブ。防御率6.245だった。9月8日に放出された。1月13日にボストンレッドソックスとマイナー契約を結んだ。出場のないまま4月16日に放出され、4月16日にフロリダ・マーリンズと契約。トリプル a 級ニューオーリンズでプレー。7月21日にメジャーへ昇格し、 22試合に登板した。11月1日に FA となった。は、メキシカンリーグのユカタンライオンズでプレー。10試合に先発として登板し5勝4敗、防御率3.69だった。1月28日から中日ドラゴンズの入団テストを受け、同年2月5日に契約合意。シーズンでは、序盤からリリーフとして、好調を維持し、 粘り強いピッチングで、朝尾拓也、岩瀬ひとのりの穴を埋める活躍をした。オフに残留交渉が難航し、保留戦士名簿から外れ、11月30日に自由、契約公示された。2012年12月26日に横浜 DNA ベイスターズが2年契約に合意したことを発表した。DNA にはすでに同じく中日の外国人選手で、ある、トニブランコ。 エンジェルベルト外が移籍しており、3人の外国人選手が同一球団から同時に特定の球団に移籍するという史上初めての事態となった。シーズン序盤はセットアッパーを務めたが、山口春の不調もあって間もなく、抑えに転換、新守護神として3勝4敗19セーブの成績を上げた。も抑えとしてスタートしたが振るわずに軍に落とされ、 最小覚悟は、主に新種ご神となった、三上智成の前のセットアッパーとして起用されてい,いが、ホイップ2.07が示すように奏者を出して、失点のピンチを招くような投球が続き、二度目の二軍、降格。以降は一軍での登板はなかった。十月二十七日に、球団から戦力外通告を受けた。十二月二日、自由契約公示された。は 所属球団なく、オフに、ドミニカ共和国のウィンターリーグでプレー。平均球速約時速 149km、日本での最速時速 157km の速球、フォーシーム、ツーシームとスライダーを武器とする。以前は野手だったこともあり、打撃を得意としている。メジャーでも、通算3本塁打を記録しており、中日移籍後のキャンプのフリー打撃では 140m 弾を、 放った。同じ性であるサミン・捜査とは親戚関係にあることを自称している。料理が得意な一面があり、試合がない日などはチームメイトである、トニ・ブランコ、エンジェルベルト・ソトラと共に、捜査の自宅で集まって、料理を振る舞っている。この様子は2013年4月27日放送の目覚ましテレビで紹介されている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。